プレゼンテーションを見るときに、見えないっていうのがまず一つ大きなストレスだったんですよね。プレゼンテーションに対してストレスを感じて、もう少し相手目線になって分かりやすく、情報は目と耳で 90% 以上入ってくるので、そこをうまく利用しないと損だなと。そうなんですよね。見ていることと聞いていることが同じじゃないと人は理解できないという仕組みに、ね、イケてるスライドのチェックポイントということで、ポイント6を、はい、はい、その辺は順番を使いたい時とか、こことっていうような時とか、いろんなアニメーション効果、画面切り替え効果ってあるんですけれども、大抵の場合一通り回って大体ここに落ち着くような感じになります。こちらのポイント7では、なんとかの中での現在のなんとかが分かるようにすると、全体の中での現在の位置が分かるようにする、途中で時間がなくなって飛ばそうと思った時に、スライドって飛ばせるんですよね。10枚目に飛びたいと思った時に10エンターってすると10枚目のスライドにジャンプすることができるので、一画面で伝える内容はなんとかのなんとかに絞る、要点を絞りなんとかやなんとかでまとめる、文字がたくさんわーってあった時にそれ全部読むのか読ませるのか見せるのか、短い文章あるいは箇条書きにしていく。なんとかのサイズは実施環境に応じ調整する。そして明瞭は明瞭という言葉から作られていますので、明瞭で見やすい。なんとかを上手に使うと多分ブランドカラーっていうのは終わりになるのかな。実は私もこの色がブランドカラー、グラデーションっていうのはこういうイメージですね。色数に制限があるのであれば、そういったグラデーションとか、あと無彩色と呼ばれているグレーとか白とか黒とかを上手に使って、見せ方によって見られ方って変わってきますので、常に笑顔でいられることっていうのが一番なのかなっていうふうに。で、笑顔って結構いろんなものを引き寄せてくれるじゃないですか。いろんなものっていうのはいいこと。本当になんか自分の価値観ってなんかちっけだなって思ったりとか、気がつくのがやっぱりそういった旅に出た時とか、意味を置き換えていい方に考えたりだとか、相手はそういうつもりはなかった、違う意味のメッセージがあったのではないかな。まあそういう意味の書き換えとか置き換えとか、そういうのを上手に使いながら、自分が傷つかないように楽しく生きていけるように、一度きりの人生ですので、おやすみなさい。ありがとうございます。